皆さん、こんにちは。こんにちは。高上千恵子の突然占ってもいいですか第1回です。イエーイ。今日は特別ゲストとしてロハス村のお母さんに来ていただきました。はい。キラキラキラ。はい。今日はよろしくお願いします。はい。じゃあテーマは今聞きました。コンサル事業をされているということで、はい、うん、第1回目のね、コンサルタントの、生徒さんになっていただいたんですね、うん、そうです。素晴らしかったですよ。はい、はいはい、今日は第1回目の突然占っていいですかの、ゲストに参りました。じゃあ、はい、じゃあ宇川さんのコンサルの今後についてを見ていこうと思います。はい、はい、じゃあちょっと見ていきます、ね。はい、じゃあ想像、これってあのシータヒーリングは手をつなぐわけですね。あ、あの対面の場合は手つなぎますけど、ここの手のチャクラで見たりするんですけど、チャクラ、うん、あの、まあ、あの全然ズームだったらなしでも大丈夫です。はい、じゃあちょっと見ていきますね。はい、これ目閉じとった方がいいんですかね。あ、もうリラックスしてボケーとしてください。すべ、うん、てなるものを想像しよう。お母さんのビジネスが最高最善に拡大して、お母さんの幸せ、世の中の幸せになるセッションを私にさせなさい。ありがとう。できました、できました。じゃあちょっと見ていきますね。おお、うん、じゃあちょっと体内空間も見ていきますね。はい、です。はい、とてもいい、はい、ありがとうございます。いい感じで、田村神社の女神様、大和なんとか桃祖姫というあの女神様が今ついてます。田村神社の女神様。田村神社の山佐桃祖姫。へえ。桃祖姫っていうあの女神様がついてて、うん、田村神社の女神様がついてて、そちらのビジネスは、はい、あのすごく守ってくれてます。あ、そうですか。でもあんまコンサル増えてないですよね。増えてる？まだ2人目です。あ、まだ2人目、はい、なんやろ、コンサルっていう言葉のイメージが悪い、うかおさんは悪くないんやけど、うん、コンサルタントっていうイメージが良くないというか、うかお、うん、さんのやっていることをコンサルタントっていう言い方自体がみんなに誤解を受けさせてしまっていると出てます。お母さんの売りっていうのがもう本当に何やろう、コンサルって言ったらなんていうイメージ的に、なんかスーツ着て、まあちょっとチャラチャラではないですけど、なんかビジネスやとかすごいこんなパソコンとか駆使してって言って、なんかほんまかどうかよくわからんこと言うっていうのがあって、そのお母さんの周りっていうのはまあ超一流の経営者が割と多い。多いですね。で、その方たちからしたら、はい、もうコンサルはやってしまっている。もうすでにね。やってしまっているのに、うんうんうん、もうかかわらずコンサルって言われて、お母さん何しようんっていうのが、その一流の経営者さんの皆さんの反応というか、うん、反応なんですよね、うんうん。で、ここのコンサルタントというネーミングのセンスだけがとてもとてももったいないと。うん、そのコンサルタントっていうことに対する、うん、外からの見え方と宇川さんのキャラとのアンバランスさがまだ2件っていう、うんうんうん、もっと増えるはずやけど、うんうんうん、まだ2件っていうところにいるのと、うん、あと宇川さんのコンサルを受けたいっていう、うん、コンサルっていう評判じゃなくて、なんかお母さんのサポートを受けたい、あ、サポートね、サポートを受けたいっていう方は絶対いるはずです、うんうん、あの一流のご人脈の経営者の中で、うんうん、でもコンサルっていう言葉がついた時点で、うん、なんか大丈夫かっていうフィルターがかかってしまっている。あ、それとあと
ご自分のなさっているスピリチュアルに対して自信はあるんですけど、それをやっぱり前に出さない、出しきれてない、あ、その出しきれてないっていうのが、そのできない、あの上がらっていかない理由です。だからコンサルタントを辞めてスピリチュアルサポートとか、スピリチュアルサポート、うん、岡秀樹のスピリチュアルサポートとかでもうちょっとあのスピリチュアルに吹っ切るべきやと思います。あのこの中途半端中途半端言ってくれるね、ちょっと中途半端、あのスピリチュアルでもう認識もされとるし結果も出してるし、もう認識されとんかな俺、めちゃめちゃファン多いじゃないですか、あのロゴストロンなんか一流の企業の社長さんばっかりこうとる、そうなんよ、で私もね悪いけどこのスピリチュアルで私まあまあ売り上げありますよ、そうやな、それでやっぱそれはロゴストロンであったり、うんうん、お母さんの力であったり、ハドの水であったりだけど、うん、なんかその成功体験があれよ、あれあのあそこで止まってるの、あそこを使うのよね、どうあの人材派遣の成功、うんうん、人材派遣の成功は成功であったんやけど、もうそうじゃないのよ、その十何年間のロハス村の成功をバンと入れていかないかんのやけど、今のロハス村の成功したやんな俺、してます申し訳ないけど客層やばいですよこの人今日もお社長さん来てくれましたからね、彼の紹介でそう有名な社長さんがだからそういうものをやっぱりそのもうちょっとロハス村のキャリアをもっと大切にするべきやなと思いますね。ああそっか、。前の人材派遣のもう使いよったけど、もうそういうんじゃなくて、ロハス村でもう15年になるんやけど、もうすぐ、ね。15年もなる。そっちを使うべきやね。そうそう、だから時代遅れになってきてる、あの昔の人材派遣のやつが。ああ。だからその15年前、この15年間ね、うん、このちょっと不思議なグッズを売って、あの、売りまくってて、あ、そう見えて結構売れてるみたいでだからその分をやっぱりやらないかんか、やっぱスピリチュアルサポートっていうこと で今スピリチュアルで神社、うん、もうほんま日流の経営者ほどスピリチュアルを取り入れてます、うん、ほんまに、うん、ほんまになんか私のお客様のなんか背取りってやつをやってるあの人もおるんですけども、うん、バリバリスピリチュアルですよ、ね、エジプトまで行ったりとか、おーおーおー、うちらももうエジプト行ったりなんか知ってますよ、そういえば、あ、それは出さな、だからそのほんまにね、なんか普通の経営者で終わるんだったらそんなね普通にやりゃええんですけど、超一流はもうスピリチュアルむちゃくちゃ取り入れてます、そうそう、だから経営もしてるんだけども、うん、なんか遊んでるようなんだよ、普通にエジプト行ったり、そう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 、なんかどん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 行って、え、何してるんですか、言ったら、いや会社2つぐらい持っとったりね、うんうんうん、いろいろしてるからすごい人多いんですよ実は、うん、そうでしょう、だからね、うん、そのでかなり私も体感があるんですけど、まあ宇川さんがね、なんかまああのいいことを言ってくれたわけではないんやけど、これはやるやいつでもあのこれ終わった途端に、あの鴻上さんは講師をやるべきやって言われて、でまあ講師をやるべきやって言ったら、その後にすぐに講師の話がパーンって飛んできたりとかこれはもうほんまスピリチュアルならではなので、やっぱりそのスピリチュアルサポートにしてたコンサルタントがちょっとイメージが悪い、あのネットワークビジネスの、あ、言っちゃった、だからあのスピリチュアルサポートって新しい宇川秀樹のブランドっていうのを作り上げていくと、全然あの宇川さんのお友達である、うん、一流の経営者さんたちが、だからみんなその人たちはロゴストロン買ったりとか、あ、なんやカズタマ、カズタマ買ったりとかバリバリしとんですよ、うん、もうみんな言わんけど言わんみんな怪しがったらいかんけん一人で持ってるの一人こそっと持ってる人が多くて、でその私はその宇川さんの分をやったことによって、あの、まあ、やり方も聞きながら現実が変わったっていうすごいことを引き起こしてるから、うん、スピリチュアルサポートですね、うん、あー、うん、でそっか、コンサルタントっていう名前がちょっと怪しい、まあ、古い、え、いや、なんかあのコンサル頼んで、まあ、騙されたって、うまいこと言ってるコンサルの人 もちろんおるけれど、ちょっとコンサル事業でちょっと失敗したっていう経験者さんまあまあ多いんですよ、多いんや、コンサル頼んで何もせんかった、80万ぐらい払ったけど全然会うもせんかったとか、あー、
あ、私もありますよ。コンサル頼んでいきなりお金借りに行け言われて。そうなんだ。あったあった。なんか200万ぐらいあのなんかこう聞いて借りてくれとか言われて、いや、まあ、いるんだろうけどちょっとみたいなところもあったりとか、なんかなんかヘラヘラ笑いながら、なんか黒髪さん天使の格好したらどうみたい な, なんかそういうよくわからんコンサルもなんかあったりもしたんで僕のコンサル、コンサルいうかもうねやっていただいたんやけど、そんなことなかったやろ。全然、うん、ずっと寄り添いながら、うんうんうん、あれもスピリチュアルに入るんかな。スピリチュアル、やっぱもうスピリチュアル。え、黒髪さんしたことはスピリチュアル、もうスピリチュアルと言ってもいいの？まあ、コンサル、まあまあ、あのコンサルっていうか、なんだろうな、根底なん、魂の根底を、根底やったよね、あれ。魂の根底を掘り起こして、うん、この探ってくれて、それを出すっていう作業だから、もなんかコンサルタントとかいうしょぼい名前で終わってほしくないよね。あ、だから魂のなんか土台をサポートする。土台なんよ、僕は土台なんよ。なんか土台サポートとか、うん、なんか、うんうん、なんかちょっとどうすんの、うん、言霊サポートとか。おお、うん、言霊の力をあの最大限にそのスピリチュアルとそういうので、うん、あの経理念作ったんですけど、あれも言霊を作る、会社の言霊を作ってるんですよ。あ、確かに、うん、会社の言霊を作るっていう作業を魂込めて、うかあさんが、うん、あの魂を込めてうかあさんが何やな、何だっけ、一緒に共にもうその自分のこう神千恵子の人生だったら古い人生を全部出して、だから言霊をねその通りにしていくサポーターとしてはもう超一流、言霊サポートやな。あ、うん、それにすると大和桃園姫や、大和桃園姫、うん、大和桃園姫がやっぱり輪廻法人会で田村時代とかすごい守ってはるから、うん、大和桃園姫がふわーっと出てきてキラキラキラーっとしとったよね、うん、だからその分でその言霊サポートっていうので言霊を掘り出して、うん、ちゃんと経理連打とかそのバンと出して、でそれをグッズとか水とかそういうのでブワッと上げていく、だからもう機械がより効果的に使える。あ、そっか、うん、だからそれをやるべきやから、そのターゲットがコンサルって言ったらこんなん新人ようなタイプのなんかあのスピリチュアル今時やってたらダサいと思うわ。あ、コンサルっていうのはうちのお客様層からずれとるわけやね。ずれとる、あのコンサルタントって言ったらなんかね、あのなんか TikTok とかでなんかこうかっこいい格好してっていう感じ、それに合わせてこういうとこに金取るけど大丈夫なみたいな。あでなんかあの何も知らん企業知っての子は行くけど、なんかあのちょっと一回まあちょっと酸いも甘いも噛み分けた経営者はいかんやん。うーん、確かに。で、お母さん何やっとんかなと。まあまあロゴストロン買っとるから、まあ、え、社長としたら「つけやするけどええー」みたいな、僕は受けないよっていうのと、あと言霊サポートって言ったら「うん」って思うよ。ああ、それいいかもしれんな。まあ、それで、うん、もうターゲットを今までのお客さんにすること、あのロゴストロン買ってくれた人とか、うん、でその人らのプライなんかいろいろ経験値もあるけど、その鵜川さんの聞く力とかを使ってバッとやると、うん、かなり拡大するかな。ちょっと見てみるね。うん。うん、大和桃園姫がそう言うとるわ。うん。うん、ほんまに元を忘れず。強み、元を忘れず。あの、なんなんや、コンサルはな、違う。ちょっとおしゃれなだった頃 の, あのバブル時代のリーガルハイトとかの話や。言霊サポートもロハス村でやってきた、うん、みんなを言霊や何やかんやで力づけてきた宇川秀樹を思い出せと、うん、大和桃園姫がおっしゃっている。そっか、じゃあその、ちょっとスピリチュアル恥ずかしいっていうメンタルブログ取っときますね。ありがとうございます。でその過去の栄光、うん、もうあのなんか捨てますね。はい、そんななんか人材派遣会社でうだいやあれやないだけちょっと預けだったのがクソじゃん、そんな捨ててしまいます。でロカス村の15年間、はい、スピリチュアルでみんなを力づけもう成功してきた俺の素晴らしさっていうのを潜在意識に深く入れていきますね。はい、
で言霊サポートをすることでさらに買ってくれている社長さんたち、お母さんの素晴らしい人脈の人たちがさらに輝き出すにしてもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、OK です。はい、こんな感じです。はい、以上です。ありがとうございます。なんかいいな、これ紙買ったね。これ本当に鴻上さんのね、うん、なんかあそういやそうやなっていう、うん、思いました。うん、ヤマト、うん、桃園姫が言っております。そうやね、うんうん、だから前の人材派遣会社のこと知らんもんね、鴻上さんは、うん、全くね、うんうん、で15年経っとるから、うん、もうみんな覚えてないし。いやもうほとんどな、うん、入れ替わっとんや、うん、知り合いがでしょ、うん、で今の人の方がええやろ、昔の人より。そら前の人は前でまあ良かった部分もあるんやけど、やっぱりこうビジネスというつながりやけんね、うん、今はこう割と魂でつながっとる人もたくさんいらっしゃるし、うん、うん、いやぴったり言霊サポートやろ。言霊サポート、言霊サポーター鵜飼秀樹誕生です、イエーイ。ほんまにな、これ水曜木曜日だったっけ、うん、にあの田村神社に正式参拝したんや俺。あ、そうなん。あのロボストロン の石原さん人が来るって言ったやろ、うんうん、で翌日木曜日に、うん、その10時からやる言うて、うん、でもう四国から全いろいろ集まって、うん、20人ぐらい集まって、うん、ほんで正式参拝こうやってもらったんや、うん、ほんで俺らこうやってやって、うん、ほんまだけについたんかなと思う。ついとる、ついとる。ロボストロンのもうパワーもあの一宮をこう浄化するっていうのが一つのテーマなんや、うん、あの人らの全国に一の目回っちゃうよ。で香川県来てくれた原因って田村神社一宮やんか。一宮やな。だけどそこで、すごい、だってすごい、すごい、なんだろこれついとるって俺ほんますごかった今。すごい、すごい。水曜木曜日に正式参拝したんよ。じゃあもうこれじゃわ。でこの流れでこれやんか、でこれやんか。ああ。めっちゃくちゃすごいよ、魂サポートや言霊サポート。あ、それかもしれん。さヤマト桃園姫がそうせ言うとるわ。うん、そうなんや、うん、わかりました。ヤマト桃園姫ありがとう。突然占ってもいいですか。すごいですね、まあ天才なんで これやりましょう。突然占ってもいいですかね、はい、じゃあまたあの次のシリーズも楽しみにしております、ね、はい、ありがとうございました。じゃあねー、さよなら。